まあ、一瞬で、ちょっとみんな映らないようにするから。ちょっとね、カメラオフにします。オフっていうか、どうやってオフにするんだ。ちょっと、店の中はさすがにね、無断で映像とか映したら大丈夫だと思うけど、ちょっとあれなんで。あ、ゆうとさん、バンバン。ゆうとさん、ありがとうございます。ちょっと待って。ちょっと人がいないところ。これで隠せばいいか。人が来たら隠すわ。映んないように。よいしょ。ちょっと待って。これなんか迷惑配信者みたいになって大丈夫これ。まあ、こんぐらいだったらいいか。はあ、とりあえずここのエスカレーター、エレベーターで一応人とか歩くから、よいしょ、とりあえず外出る。はい、来ました。外出ました。うわー、寒い。うわー、寒いっち。寒い。超寒い。こんなの他の外配信者に比べたら可愛い。いや、そうだけど。いや、俺はね、ある程度そこら辺はモラルはできるだけ守りたいなっていうのがあるから。いや、マフラーほんと欲しい。誰かマフラー買ってください。送ってください。誰か編んで送ってください。女の子いたら。寒いっちマジで。ここ、唐揚げ屋。何買うか。もも肉、胸肉。アイロンマサさん、風船ありがとうございます。皮ってか親にも買っていかないとだから、何買ってくれ、唐揚げ弁当とか買ってきてやるか。唐揚げじゃなくて唐揚げ弁当とかあったら一食食えるから弁当買ってってやるか。あ、モノダイスさんありがとうございます。バーガーなんかいろいろあるんだよね。唐揚げカップ、タルタルカップ、超寒い。濃厚チェダーチーズ、明太マヨ、あ、バーベキューマヨ美味しそう。で、ポテトのやつとかもあるし。どうしようかな。唐揚げ弁当買っていくか、親に。2つ買っていけばいいかな。3つ買っていくか。一応多分居候もね、なんか親がいつも居候用の弁当も買ってるから、吉江さん居候、俺3個買ってる。どれがいいんだろう。特唐揚げ弁当、高いやつ買おうか。あとで親からちょっと高いから、あとでこの分だけはもらおう。あとは、カップシリーズ。このバーベキューマヨってのそう。これだけお持ち帰りできたら、弁当と他にこれを買ってれば。決まった。食べてしとくわ。あ、すいません。ですね。はい。特唐揚げ弁当3つと、あとこの、はい。
あとバーベキューマヨカップってこれお持ち帰りできます？あー、そうですか。じゃあ、それ一つ。バーベキューマヨカップの。はい。ここから揚げ弁当よかったら同じお値段で一番人気で。あ、マジっすか。あー、じゃあそっちで。はい。じゃあそれ3つともそれで。じゃあ特盛りって全部。はい。とあと飲み物は。はい。バーベキューカップで。はい。ポテト入りと唐揚げだけのとあるんですけど、唐揚げポテト入り。はい。あと唐揚げのみので。唐揚げのバーベキューカップで。はい。とあとメガのやつを。メガごめんなさい。メガがちょっと。あ、じゃあ。じゃあL のメロンソーダで。L のメロンソーダ。はい。はい。ちょっとお時間いただいて大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。4時半頃の渡りになります。4時半。はい。はい。15分ぐらいです。あ、わかりました。いいですか？はい。はい、了解していただきます。はい。あ、駐車券のやつ使います。あ、大丈夫ですよ。はい。はい、どうもありがとうございます。2900円でございます。駐車券をお預かりします。こちらご入庫から30分までご利用でご利用いただけます。あ、はい。はい、どうぞ。すいません。じゃあ5000円お預かりいたします。2100円のお返しでございます。はい、お楽しみください。先に1000円でございます。領収書ってあります。あ、始まります。100円のお返しですね。お名前と書き書きは、書かない感じで。ハンコだけ押しておきますね。はい。はい、はい、わ、時間かかる、あと15分ぐらいかかるって。ちょっと待って、あれ、ページがバグった。あ、戻った。あのね、これ美味しそうじゃん。カップシリーズのバーベキューの、あー、森田さん、どうもありがとうございます。いつもありがとう。バーベキューマヨカップ、これさ、買ってってあげたかったんだけど、蓋がないんだって。で、袋入れるだけっていうから、さすがに運転してったらさ、こぼれたらひっちゃかめっちゃかになるから、これは俺が、ここで食うことにします。これ1個だけ買って、で、あと、家にこの、特唐揚げ弁当のなんか、ちょっと違うやつだっけ、天からバージョンのやつを3つ、あと飲み物も買っは俺がここで飲むよ。さすがに飲み物とかは持ってったらあれだから。どうもどうも、ちょっと待って、これ弁当だ、唐揚げ代おごるって言ったけどさ、弁当とか買って高くなったから、ちょっとこれ後でこの分だけ払ってもらおう。ちょっと高いよ。イソロ用も買ってやったから。ああ。寒い。ここの唐揚げ美味しいのか。もうどうだろう。普通の唐揚げ食ったけど、まあ別に、うん、まあ買って普通っていうのもあれだけど、まあでも美味しいっちゃ美味しいんじゃないですか。このね、変わったこのマヨカップとかの、バーベキューマヨカップとか食ったことなくて、こういうの美味しそうだよね。マヨネーズないかと思ったらマヨのやつあるんだね。普通のマヨはないけど、バーベキューマヨとか。